東に面した地域を拠点とした水軍。あとに、戦国大名、ご北上氏の配下に組み込まれたことから、北上水軍とも。かい、武田氏の武田水軍とする側で、幾度も、海戦を繰り広げたことで知られるが、小田原征伐で、豊臣水軍に破れ離散した。伊豆水軍は、北上総運が伊豆に侵攻してきた際にその配下に、下った、在地領主が中核となっており、 ト井の富永氏や西浦里の里鈴木氏、三戸の松下氏らが含まれていた。それに加えて旧三浦水軍や熊野から招かれた梶原氏を組み込んで組織された。伊豆水軍は長浜城を本拠に付近の武田氏、今川氏と対峙し、駿河湾では幾度となく武田氏の水軍と衝突している。特に天正8年3月15日の駿河湾海戦で、 武田水軍と衝突した際には、大砲を積んだ大型の畑船を用いており、伊豆水軍は、戦国時代後期には戦艦に相当する畑船を有した強力な艦隊として編成されていた。この時の編成は、小田原方十艘に対し武田方五艘で、小田原方は塀先に大鉄砲まで備えていた。当初は包囲戦を行おうとしたが、武田方の小舟は、 船足が早く追いつけず、武田方も死者が、水軍にこれ以上の光線は、無意味として尻ぞき返すように命じたが、武田水軍側はこのまま陸に上がれば、船戦で手柄を立てたとしても船を六獲されたと言われ、松台まで水軍に悪名を残すとして拒否したため、長期戦となった。加えて、武田方は浜辺の砂を土塁として、船と陸から射撃を繰り返した。結果、 日暮れまで戦闘が続いた末に、両軍は尻き返した。天正18年の小田原征伐では、長浜城に、梶原慶州が、下田城には、清水康秀が守りについた。豊臣水軍が清水港に集結すると、梶原慶州は水軍を、荒利港に進めて、迎え撃とうと試みたが敗れ、下田城の清水康秀も、守兵六百余で、 約50日にわたって牢城したが後に開城した。下田城会城後、伊豆水軍の大部分は伊豆の地に機能したほか、梶原慶州は北条氏直と共に高野山に赴き、宇き、氏直の死後は木の国に土着したという。ありがとうございます。